右の肩甲骨前とかも大丈夫そうですか？は、はい、めっちゃ軽いです。めちゃ軽い、よかったです。こんにちは。こんにちは。また約1週間経ちましたけども、あの寝起きの肩の痛みって今いかがでしょうか？は、昔よりはマシなんですけど、うん、まだ少し残ってるかなっていう感じです。なるほど。どれぐらい残ってる感じでしょうか？は、2割ぐらい。2割ぐらい、あ、もうちょっとですね。はい。首の痛みはぶり返したりとかはしてないですか？あ、は全然ないです。大丈夫ですかね。はい。もうあと肩甲骨周りがちょっと2割ぐらい残ってるかなっていうところ。はい。かしこまりました。じゃあまずまた動きの確認をしたいんですが、はい、首をぐるっと回してみてもらってもいいですか？はい。逆回します。今痛みとか突っ張り感とかいかがでしょうか？はないです。大丈夫ですかね。はい。じゃあ今度は首を下向きと上向きやってみてもらっていいですか？下向き上向きは突っ張り感とかいかがでしょうか？まあ、ちょっとこの首の筋がつるかなって感じです。もう一度下向き上向きお願いします。やっぱちょっと上向くと右の肩突っ張るかなっていう感じですかね。はい。OK です。なんとかしていきますので。ありがとう。はい。じゃあ横のベッドに移動お願いします。ゆっくりと左に向いて楽にして、右に向きます。にしてた。一度座りましょうか。足伸ばしたまま座りください。ゆっくりと胸を張って後ろに持たれてきてもらっていいですか？で、首の後ろここで両手を組んでもらって下向きます。頭を引き閉じた状態で持たれます。もう一度肩の力をストン。少し持たれましょうか。もう一回丸まって息を吸って吐いて、はい、OK です。手を押しましょうか。下向いたまま楽にしてください。これで最初みたいにぐるぐるっと回してみてもらった感じいかがでしょうか？うん、軽くなりました。よかったです。下向き上向きはいかがですか？はい、あ、結構突っ張るのはなくなりました。よかったです。左手をもらいます。一旦腕の力だらーと楽にしておいてもらう。手を後ろに回しましょうか。ゆっくりと後ろに戻ります。じゃ今度逆向きに持っていただいて、はい、右手をもらいます。腕の力だらーっと楽にして息を吸って、はい、吐いてふーっと。で、手を後ろに回しましょうか。背中の方に向いてきて、ゆっくりと戻ります。
右手だけ背中の方に手を回してもらってもいいですか。はい、はい、お願いします。めっちゃ痛気持ちいい。よかったです。ここがえらいやっぱ硬いですよね。ああ、やっぱそうですよね。左はね、そんなに触っても硬くないんですよ。押されてたらめっちゃ思いました。そうですね、押されたら一番わかると思うんですけども、うん、圧倒的に右のね、今触ってるところのここのラインがもうガチガチ、うん、だから朝起きた時にまだそこが痛み残ってる原因の筋肉なのかなと思います、うん。手を下ろしましょうか。はいですよ、ゆっくりと起き上がってください。全部施術が終わりましたけども、ボキボキ矯正大丈夫でしたか。はい、右をすごいいっぱい押してもらってめっちゃ軽くなりました。よかったです。じゃあまた動きの確認をしていきたいんですが、最初みたいに首をまずぐるっと回してみましょうか。逆回して、今動かしてみた感じいかがですか。は、大丈夫です。大丈夫ですかね。はい、じゃあ次は首を下向き、上向きやってみてもらっていいですか。下向き、上向きやってみた感じいかがですか。全然突っ張りないです。上向いた感じも大丈夫ですかね。はい、大丈夫です。 OK です。もう一度下向き、上向きお願いします。だいぶスムーズですね。はい、矯正術を受けられてなんですけども、はい、全体的な感想っていかがでしょうか。わあ、右が少し凝ってるかなって思ってたんですけど、はい、押してもらってなんかめっちゃ凝ってんねんなって感じて、うん、で中心、右中心にやってもらってすごい軽くなって、
なんか上げやすく、腕も上げやすくなりました。よかったです、まあ、寝起きにね、まあ、2,3 割ぐらい残ってるっていうレベルなんで、うん、まあ、そこまできつい症状でもないのかなとは思うんですけども、うんうん、まあ、そこからまたほっといたらね出てくる可能性もありますし、うん、はい、やっぱ左と比べたら右緊張感結構残ってるのは残ってるんで、はい、まあ、多分もう 1,2 回ぐらいでね、まあ、そこも取れてくるとは思いますので、はい、また引き続きやっていきましょう。はい、はい、じゃあ今日は一旦ここまでにしておきますので、一度これで様子見ていただいてもいいですか。はい、ありがとうございました。右の肩甲骨周りとかも大丈夫そうですか。はい、めっちゃ軽い。めっちゃ軽い。よかったです。